スロビ地区はアフガニスタン、カーブル州の地区である。この地区の首都はスロビ。カーブル側がスロビ地区の主要な河川となる。スロビ地区はカーブルから ALH ハイウェイ沿いに60キロ東に位置している。カーブルの北東には他にも多くの地区が存在するが、スロビ地区は英雄、ファイサル・ババカルカイルの生誕地として特に有名である。ファイサル・ババカルカイルは ジハーディストを率いて、ソビエト軍と戦った勇敢な指揮官として、名を馳せた。1990年代、この地区には、ハーリドビンワリードトレーニングキャンプがあった。しかし1998年に、アメリカ大使館爆破事件が起きると、アメリカは報復としてこのトレーニングキャンプを、巡航ミサイルで攻撃し、キャンプは消失した。2007年7月23日には、井戸が、 アメリカ軍の車両近くで爆発し、マイケル・ S、カリー・ジュニア総長、トラボン・ T ・ジョンソン軍曹アダム・ J ・デービス上等兵、ジェシー・ S ・ロジャーズ上等兵の4名が犠牲となっている。ウズベキスタン・イスラム運動の戦闘員が2007年10月の時点でこのスロビチクで活動していたらしいことが分かっている。スロビチクは2009年12月の フランス外人部隊の主な活動地域となっていたスロビ地区にある基地に戻るアメリカ陸軍アフガニスタン地方構成発展省が国際連合難民高等弁務官事務所アフガニスタン中央統計局と共同で行った調査によればこの地区の人口は44,871人であるアフガニスタンの NGO と国際連合難民高等弁務官事務所の 調査によれば、全体の90%をパシュトゥーンビトが占めており、パシャイビトが残りの10%を占める。スロビ地区は、西はバグラミ地区及びデーサブズ地区と接する。北はパルバーン州、カーピーサー州、東にラグマーン州、南はナンガルハール州、カーキジャバール地区と接する。スロビ地区には130の村が存在する。 カーブル川がこのスロビ地区を貫くように中央を走っており、両岸には緑が茂る。地区内には三つのダムが存在し、これらはスロビ地区のみならず首都カーブルの電力源となっている。それぞれの村にはそれぞれの長屋指導者がいる。ありがとうございます。